クロービスチケンドク。こ子ども政策を愛する皆さん、こんにちは。はい、えー、これからですね、えー、ポストコロナのグランドデザイン。 え、子供政策福祉の DX と子ども家庭庁の役割と題しましてですね、セッションを始めさせていただきたいと思いますが、今回ですね、我々が話す側、皆さんが聞く側という関係性の構図を崩していきたいなというふうに思っております。なるべく早くからですね、皆さんのご意見やご質問等々をいただきながら、これから子供政策どうしていけばいいんだろう、我々は子供のために何ができるんだろうというところをですね、競争、共に作る関係でですね、お話していけたらいいなというふうに思っております。さて、早速聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、この子供家庭庁 が創設されることになりましたこれは戦後70年間でですね最も大きなです、ね、子ども政策の転換というふうに言えるかなという,ふうに思いますまず田島さんこれ政治の世界でこれまでずっと子どもとか子ども政策って2の次3の次4の次ぐらいだったわけなんですけれどもこの子ども家庭庁についてですね作られるというふうになった、まあ、ある種のんてですか流れみたいなもの理由みたいなものちょっと簡単に教えていただけますか、はい、あの参議院議院員の田島です私、ね 今あの5歳の子育てをしながらあの国会とあの往復しながら仕事してるんですけどまずその人間が全くいないということをこの,あの国会の場でいないということをすごくお伝えしたいのとあとね子育て行政ってもう駒崎さんの方が専門家ですがめっちゃ縦割り行政なんですよ幼稚園と保育園で違った省庁とか。 もうそれやめにしようよとかね、あとやっぱり児童虐待が本当にあの終わらない理由っていうのも、あのもうあの、同じ省庁の中でもの話をしなかったりとかして、やっぱりこの縦割り行政を変えよう、壊そうっていうのが、子ども家庭庁の作ろうと思った一つの原動力なんじゃないかなっていうのは、一つ多く思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうですね、確かに、えー、内閣府、厚労省、文科省、法務省みたいな形で,ですね、分かれていて、子ども政策が統合的に行われていないっていうことから、えー、その間をつないでいこうということで、 子ども家庭庁作られることになったというところですよね、ありがとうございます。で、この流れ、基本的にはまあいいことだと思うんですけれども、じゃあ、本当にそれがね、現場のためになるんですかというところに関して、久美さん、よろしくお願いいたします。はい、えーと、そうですね、現場のためになるように、えー、作ってもらわなきゃいけないと思ってるんですけど。 えっと、今閣議決決定さされれて子ども家庭庁がが設置されるとということが決まったんですよねで国会でこれから議論が始まって具体的にこれから詰まっていくと思うんですけど私としては現状今提示されている内容があの厚生労働省の子ども政策的なあの子ども政策局っていうところがやってる仕事を全部こうスライドするってところまでは決まってるんですけど本当は子ども家庭庁はこう子ども 支援の司令塔になななっていいいかなきゃいけないということは本来文部科学省が今管轄している学校に関することとかそういったところにも影響力をもっときちっと持っていかないといけないと思ってます。というのはあの先ほどの,あの河野さんのお話の中で、えー、毎年50万人の人が減っていてで鳥取県一つずつ減ってるみたいな話がされたんですけど今義務教育のお子さんで不登校、まあ、長期欠席という扱いの子は29万人1年間。 いるんです義務教育だから小学校と中学校なんですけどその中ですごい勢いで増えている1年間で2万人ずつ学校に行けないい子が増えているとでこれは多分学校という今の仕組みを相当すごい速いスピードで変えていかないと将来厚生労働省のお世話になる。 人たちを生み出していくサイクルに学校がなっっってててしまっているってことだとだ思うので学年90万人ぐらいでしたっけえっとね、それは学年によって違うんですけど今小学生でいうと,、えっと毎年ね、えっと、さっき調べたんですけど小学生は1年間で7万人減ってるそうですあじゃなくてあの学年中あ1学年ね100万人ぐらい100万人弱ぐらいいるんですけど、ね、そ,それと,、えっと不登校の子たちがもう29万人不登校が義務教育の段階で不登校といいますかね、うん、長期欠席って難しいんですよこれ定義が こここもあややこしくて長期欠席は29万人なんだけどその中にはコロナの回避の人とか病気によるものとかっていうのが含まれてなくて19万人は不登校によるものと書いてあって不登校って原因じゃなくて結果なんだけどそれがなんか病気と,とか経済とかいろんなものと不登校が並んでいるのでまあ不登校は文科省の発表だと19万人だけど長期欠席つまり30日以上お休みしてるのは29万人なので29万人の方は扱うべきだと思います、うん。 なので、そういう状況が起きているっていうことを大前提にしたときに、どうしていくのか。で、その子ども政策、子ども家庭庁って名前がついて、ちょっといろんな世論の動きがあって。 で家庭といいう言葉を入れることに対してもろんんな意見があったんですけど私はすごくポジティブなんです。というのは子どもの問題を子どもの教育の問題だけで解決できることはほとんどなくてやっぱり学びのレディネスを準備しているのは家庭だからお母さんたちを徹底的に支援するとか家庭が苦しんでいる人たちを徹底的に支援するっていうことがあってその上でお子さんたちが学ぼうっていうところのスタートに立てると思うのであの子どを子育てを全部家庭に丸投げしよう論の方ではなくて家庭もきちんとサポートしながら で子どもたちを支えていこうっていう、まあ、そういう政策をちゃんと作っていくためにも文部科学行政についてもきちっと子ども家庭庁が管轄していくという,いうことが私は必要だと思ってますなるほどね、えー、文科省だけでなくて文科省の中でもやっぱこう福祉分野、えー、学校福祉的な領域もあるからそこもちゃんと子ども庁がカバーしていく必要があるよねうですそうですせめて意見できるようにしていってほしい。今まだとでできないです、ね、ないするほどね でえー、とそういった流れですね基本的にはいい流れかなというところとあともう一つ新しいかなというところが DX、データをです、ね、きちんと子どもの分野でも入れ込んでいこうという流れがあるというところですよね、この辺なんか、田島さん国会の議論とかでありますかはいありがとうございます、私昨日ね予算委員会参議院で出させていただいてもう成田さんと私ぐらいの距離に野田聖子さんが、ね、あの呼んであの来てくださってその問題について議論したんです。 で私がものすごくあの、彼女に対して言いたかったことっていうのは、あの、国会もすっごいね、デジタル化が遅れてるんです。あの、ゼレンスキーさん呼んできても、あの、できないとか言ってますが、子育ての現場は、もっと私はデジタル化が遅れているように思うんですね。 例えば、あの、保育園でクレーンを買ったりとかすると、そのお金っていうのを10円玉絶対に間違えずに入れなきゃいけなくて、しかも茶封筒なんです。昭和の時代と同じようなことを、この令和の時代の、今読めてもやってて、変えてくださいっていうふうに言ったんですが、事前のレクの時代、時には、あの、館長の人たちはみんな大反対したんで、す。そんなこと言ったって、あの、保育園ごとにやってるんだから。ただ、野田聖子さんは私の前に立って、私も同じ思いですと、考えてまいりますっていうふうに言ってくださったので、 あの、やっぱりね、あの政治家っていうのはちゃんと選ばなきゃいけないんだなって思いましたけど、あの、党は違うけれども、通ずるところはとってもあって。なので、めっちゃ遅れてますが、一歩一歩進んでる。そんな感じでしょうか。 なるほど,なるほどあのまさにねおっしゃるとおり PTA の回避茶封筒でみたいな世界とかあるいはあの欠席届が、ね、あのノートでお友達に,に、えー、渡してお友達が3人先生を渡すみたいなことっていうのがいまあ、だに本当になされているような業界なわけですよね。でそうしたところをですね、まあ、で DX 化していこうっていう流れを、まあ、子ども庁が牽引できるか、まあ、どうかなっていうところは来てると思うんですけれども、えー、一応ですね子ども庁としては、ね、子どもデータベース。 というものを掲げて、えー、子どもたちの情報というものを一元的に集めた上でですね、適切な支援につなげていこうということのまあビジョンを打ち出しているというような状況ではあります。え今日はあの成田さんがですね、あ、ま、今をですね、ときめくあのー、成田さん面白い研究者だと思われてるけど、そうそうそう、子どもの教育データとかを扱う研究者なですよ、ね、なんかゆきのお友達だというふうにだけの人だと思われてますけど、そう, <laughs> そうじゃなくてそうじゃなくてあのデータのですね専門もねあの終わりでああるので、今日はちょっとその専門的な 側でちょっとお話しいただけたらいいかなというふうに思うんですけど。皆さん,さん、あの、このデータ、子供とそのデータの話関係、だ、どの、どうしてだ大,大事なのかっていうのを。簡単に教えていただけますか。ちょっとその話に行く前、く前にあの、皆さんに質問が。あ、どうぞ、どうぞ。あるんですけど。はい、いいです。子供政策、何のためにあるもので、何がしたいんですか。か、うん なるほど、ありがとうございます。な,なんかあの縦割りの排除とか DX とか言うんですけどなんかそれとなんか組織論とか手続き論っていう感じがして、うん、それで結局何がやりたいのかっていうのがあんまりよく分かんないんですけどわかりました,したありがとうございますちょっとこのモデレーションのです、ね、予定をですね完全に覆してくれて <laughs> 非常にやりづらいんですけど非常にやりづらいんですけどでもあえてそれは受けあの答えましょうじゃあちょっとあのどうですかこの,こ,のこの根本的な問いに対してじゃあちゃあちん いや、私は、あの、まあ、これ、いろんな考え方があると思うんですけど、私は、まあ、どんな子どもたちも。完全に、その子の才能を伸ばしていけるっていう状況を作る、ということのためだと思ってます。すいません、普通のこと言っちゃって。全然面白くない。面白い会答ができない。そういうことは期待してます。それに尽きるかなと思います。<laughs> あの、今日、今日、ちょっとちゃんとした真面目な場なんで <laughs> <laughs>、はい。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、あだじさんい、いかが思われますか。 もうやっぱりあの子供と向かい合っている時間とか思い出すと子供政策は子供の幸せや笑顔のためにあるべきだってすすごく思いますよただ、5歳児っていうのは自分の幸せが何かっていうことをまだ理解できていないのでそこにはやっぱり大人周りの人間のこう共感する力だったりとかっていうものが本当に必要になってくるんだろうなというのはすごく思いますよね。なるほどありがとうございますあの 子ども政策っていった時に子ども単体に対するアプローチもあると思うんですけれども先ほどあの子ども家庭庁っていう話あったと思うんですけれどもその家庭福祉ですねその子どもに関わる大人をエンパワーメントするっていうのも含めて子ども政策っていうところの射程において子どもとそして親そして周りの環境を良くしていくそれによってその子どもの未来 をまあ暖かでそして安全なものにしていくっていうのがまあ基本的なありようとしてはあの求められるものなんじゃないかなっていうふうには理解していますけれどもいかがでしょうか。子ども政策っていうのを語るときにその子どものためっていうことをそんなに強調する必要ってあるんですかね。うん、っていうのは昔からちょっと気になっててなんか子どものために政策をやるとか子どものために省庁を作るとかお金使うっていうとなんか子ども以外の人たちから資源を取ってきて子どもに貼り付けますって言ってるように聞こえる場合が多いじゃないですか。 そうするとあの高齢社長も作るべきなんじゃないかみたいに言うちょっと自民党の頭のおかしい人とか出てくる感じですよね高市さんの悪口やめてください本当にだからなんかどっちかっていうとその子どものためにやってるっていうよりも国とか社会のためにやってるって言えた方がすっきりするんじゃないかっていう気はするんですよ。 っていうのは、その少子化対策とかだって、その、純粋に子供のことなんか一切考えずに、社会とか経済のことを考えたって、まあ子供一人生まれれば平均的な日本人でも一生で数億円ぐらい稼ぐわけじゃないですか。で、そうしたら、まあ数千万円ぐらいは、 累計で納税してくれるわけだから子供1人産んだら1000万円つけますぐらいのことやっても、まあ、多分全然ペースするわけですよね。で、子供を産んだらその子供がさらに子供を産んでくれるかもしれないわけだからあのどんどん税金を払ってくれる金のなる木を作り出せるっていう部分はあると思うんですよ。だから子供政策とかなんか短期で見るとその 金食い虫みたいな部分があるけど2 3 0年以上の時間軸で見たら金のなるみたいな部分があると思うんですよねだからそういう意味でなんかすごくなんか利己的に単純に国の税制とかを考えても子ども少子化対策とかあるいは子どもがちゃんと稼げるようになるために支援をするっていうのが。 ごごくごく普通に合理的なんですよっていう説明の方がなんか結構みんなしっくりくるんじゃないかいんなんかそれを裏付けるような研究データってあるんですかなんかそこをしっかりと多分共有できるっていう研,研究なんてするほどの話じゃないんじゃないですか単純に日本人が研究作るためにって言われるとさすごく嫌がる人たちもいるんですよいやなのでそれは説明の仕方がやっぱ間違ってるんじゃないかと思ってその子どもたちのためにって言っちゃうといや子どもには興味ありませんって言われたら終わりだと思うんですよね。 これまでの歴史を振り返ってみるとあの先ほど言ったように子どもの政策っていうのはずっとないがしろにされてきました、えー、単純にその政治的な優先順位ってずっと低かったんですね。それ何に現れてるかというと予算 に現れていました。そう、あの、相乗ってありがとうございます。<laughs> だかそう、そう、そう、<laughs> そうで、そう、で、あの、国際的な比較でも家族関係支出で言いますと、GDP 比でです、ね、1%ちょっとで、これは、まあ、あの、フランスとかの3分の1強だったりとか、あの、北欧の5分の1ちょっとぐらいだったりとかっていうことでですね、非常に、まあ、あの、過去、ある種優先時がずっと低かった。で、その時にはなかなかですね、まあ、子供のためとかっていう言い方というよりかは、まあ、少子化対策っていう文脈でやってきたんだけれども、 まああのそれが説得性を持ってですね、政治の世界に反映されてこなかったっていうのがあって、で、それで結局、あの、ま、我々、そのベビーブーマーの子供たちの、を増やそうって、もう一回じゃあ、こう、子供が増えるだろうと思ったタイミングをですね、完全に逸して、そのベビーブーム世代の子供たちが、あの、その、増えなかったっていうところで、少子化対策としては一旦完全に終了した。 がが決定ししたたというところがありましたでなので我々もすでに少子化対策という意味ではポイントオブノーリターンを過ぎてしまっていてもはや人口を激減させない手 本当に緩やかにこうなんていうんですかな、ね、すごく減るのをちょこっと減るというぐらいにさせるというところにまでしかいけないという意味で一旦だからなんだから負けてるんですよね負けてからどうしようっていうふうになってもうしょうがないからやっぱり今まで、えー、言ってなかったけど子ども政策子どもは大事だよとかって当たり前のことを言わなきゃいけなくなってるっていうなんかそういうなんか文脈っていうのがあるっていうとこがり気もするんですよね。うん、ななのののでその敗北したのがなぜ かっていうことが気になっていてうん、うん、敗北したことの理由の1つっていうのがその子ども政策が子どもたちのためのものだって言っちゃうところにあるんじゃないかっ言ていんですよ子ども政策という言葉自体はなかっほぼなかったんですよ。よ実は うん、少子化対策という言葉があったし、はいうん、あるいは家族,家族政策とかです、ね、そういうのがあったんですけどここまで子ども政策という言葉が前面に出たのって実は2010年以降なんですよ。はいうん、であのそれはあの、まあ、子どもという言葉が結構政治の世界に踊るようになったのは実は一つは子どもの貧困っていう言葉が出てきたことで、えっと、それはです、ね、あの子どもの貧困っていう言葉によって、えー、すごくある種のムーブメントが生まれたっていう成功体験が実はありました。これまでも貧困っていうのあったし、うん えと労働者の貧困とかたくさんあったんですけれども、あんまりヒットしてこなかったんですね、派遣村ぐらいだったんですけど、でも、子どもの貧困っていった瞬間に、すごくみんながえっってなって、でじゃあ、これ、なんとかしなきゃねっていうふうに動いたってところがあるので、やっぱり子どもっていうのは、全面出していこうよっていうところがあの、まあ2000、2000年代中盤ぐらいから言われてきて、その今、2022年に至ってるっていう、そうすると、少子化対策とは別の意味でのこ子ども政策に関しては、こう目標とか達成すべきものっていうのは、何になる ありがとうございます。で、そこは、え、いろんな意見が実はあって、まあ、国から、子供庁とから出されているものに関しては、割と総科的な、あの、ビジョンにはなっているんですね。ただ、一つ、まあ、ちょっとなんか僕、モデレーターのにめちゃくちゃ喋りすぎちゃってるんですけど、<laughs> すいません。<laughs> すいません。で、ちょっとじゃあ、あの、ちゃんと暮らせていただきますので、じゃあ、田さん、今の話どうでしょうか。私に急に来ましたけれども。 あのなんでじゃあ、子ども政策がこんなにあのできてないのかっていう理由の一つねあの、国のためだっていうあの議論が熟してないんじゃないかっていうご意見も本当にその通りかなとも思う一方で、やっぱり国家予算って国会が通すものなので、国会に女性が全然いないんですよ、本当にいないですよ。 あの私一回衆議院の方に行って見たことがあるんですけれどもホワイトアクションっていうのやってた時にねあのオリンピックの時の森さんが出現で本当にね女性たちが白を着ようっていう風になったんですが党を超えて。 あの新人は前の方に座るんですよあの年季が入ってくるとどんどん長老とか後ろになるんですがポツポツポツともう前の方にしかいないんですよねでどん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 グレースーツが増えてって長老がになると誰ももうそんな白い服を着ちゃう人なんていなかったりとかしてやっぱりちょっとこの問題解決しないことなしに子ども政策がっつりやろうぜ予算増やそうぜっていうのは無理な気がしますけどいかがでしょうか なるほどあの女性議員の率と子ども政策に関する関心度合いというのが連動しているんじゃないかというご指摘ですよね。ありがとうございますあのクミちゃんどうですか目的の話、まだでもあの、もちろんよき納税者にしていきたいしあの社会保障費であのサポートする人の数をこれ以上増やしてはいけないしただでさえ少子化で子ども減っているのにというところの論は当然あると思います。 で一方で、なんかそういう効率主義的な子供が増えると税金が増えてとかっていうようなある種のロジックとは別に多分、 今いる子どもたちの幸せとか今いる子どもたちが虐待されているんだけどどうしたらいいんだろうかみたいなリアリアティの話ってて多分あると思ううんんでですすよねでちゃんそこに関してはどうですかなんかな最近地方教育審議会とかいろんな審議会での議論がすごくあのこれはもしかしたら g 1の方々が「ウェルビーング」という言葉を流行らせていただいた一つの成果なのかもしれないと思うんですけどちょっと前までは私ここ7年ぐらい参加させていただいていてどちらかというと長期的な人材育成のための どういう政策やどういう強化の設定をしていくのかみたいな観点がどっか暗黙地だったんですけどなんかあの最近未来のために今我慢するよりも今幸せだと思える日常を作るにはどうしたらいいかみたいな議論にすごく変わってきていてでそういう意味では今この瞬間の幸せっていうのの積み重ねの方が未来その子がどうなるかわからないけど多分楽しい国になるんじゃないかとか幸せな国になるんじゃないかって論が。 出てきている。これちょっと論点違うかもしれないけど、そういう肌感がすごくあるのは最近感じています。なるほど、ありがとうございます。はい。あ、有効質問です。どうぞ。うぞそうする今村さん的にはその子供たちのウェルビーイングみたいなものを捉える上で、くこう社会として国として捉える上で、こう重要そうな指標っていうと何になるんですかね。虐待、子どもの貧困、不登校に関する統計とかってことになるんですかね、うん。私はあのまあ一つは十代があのまあよく言われてますけど、若年 自自殺自死っっていいいううののがすごく多いとといは重要な指標だと思実ますあの昨年ですかね警察に保存されていたあの自,死自死をした人たちの年齢別のデータを研究者の方々が寄ってたかって分析されたらしいんですけどそこの発表の中でほとんどの世代は朝の5時から6時が自死をあの結婚した時間だったでも,でもこの10代だけは7時から8時と16時から 8時半がボリューームゾーンだったと、まあ、それはつまり学校に行きたくない死ぬほど行きたくないもしくは死ぬほどつらかったから学校というのは一つもしかしたら子どもたちに自身を選ばせるほどの場所になっているとも言えるのかもしれないというところはすごく大人に突きつけられているポイントかなと思ってます。 それとも学校とは別の場所を作り出すべきなのか、うん、私はあのさっきから話題になっている DX の話を本当に教育界がこれから子ども家庭庁と同時にデジタル庁 さんんにも期待してるんですけどあの、私たちは支援の現場にいてでもっとこの情報が早く分かっていたらこの人にもっと早く手を差し伸べられたのになって思うことが大量にあるんですねあの困っている特に不登校私はどうしても教育のところにいるのでくまちゃん福祉。 だと思うんですけど、あの教育の観点から福祉にアクセスしているのであのやっぱり不登校のごご家庭とすす。く関わるんで,すで不登校っていうのは、まあ、一般的にその言葉と縁がない人から見ると、まあ、子供が学校行けなくなった教育の問題なのかなと思うと思うんですけどすごくお子さんが不登校になった瞬間にお母さんの気持ちって私の教育が悪かったからこうなってしまったんじゃないかとか私が今 私のせいで子供が学校行けなくなったって夫に言われていてすごく傷ついてしまっていたり行政に相談に行ったらあそれは就学義務だから親の責任ですよって指導されたりとかってことが積み重なってその状況を包み隠すようになる方がすごく多いんです。なんですけど不登校になったご家庭のお子さんたちの特性を見るとかなり発達障害の割合も高かったりお母さんにさまざまなシングル家庭の方が3倍ぐらい不登校になる率が高いんですけど、まあ、そういうようなことが分かってたりする ということは未然にも行政の方で保存されているもしかしたら健康福祉の部局が持っているかもしれないデータとか教育のセクションじゃないところが持っているデータとかによって、えー、このお母さんが今孤独になっていて隠しているということを学校行ってないという事実とお母さんの孤独の状況っていうのはひもづけられれば支援の手がこちらから 朝、い、いけるかもしれないと。ただ、すごくこう、控えめな状態になってしまうんです。私のせいで。私のせいで子供が学校に行けないんだって思ってしまうと。なので、そうすると、それからまた貧困、子供にが、死ぬほど学校に行きたくないって言ったら、風邪ひいてる子供がいたら、家を出れなくなるのと同じで、毎日学校に行けない子供を置いて、外に出れないので、貧困に転落する率っていうのも、私たちの、まあ、私たちがちょうどそういうひ一人親貧困世帯の支援が多いのでですけれども、あの、不登校になったご家庭で、収入が、あの、非正規に変わった。 いいいう方は8割ぐらいいらっっしゃったんですねなのであの、まあ、子ども家庭庁と DX の中で、えー、未然にまたはそこにあるデータを使って支援をさせていただけるってこととうまくつながっていくような政策が打てるといいなと思ってますそうですよね、うん、そういうあのなんかこう分かってたら防げたのになみたいなのって結構現場あるあるで。 うん、すすごくよくよよあるんですよねこ,れのこの情報とこの情報がつながってたらなんかもっとできたのにとかっていうのは本当にたくさんあって例えば僕らがやってることとしてはその子ども宅食って言って食品をまあ届けるあのことをあの子どもたちのところに届けながら見守っているって見守っていく変化があったらあ介入して養成支援サービスとかにつなげたりとかってやってるんですけどそこのあるご家庭のお母さんは税理士さんだったんですけれどもあのシングルマザーになってで、えー、とまあ 夫元夫のモラハラが激しくてこう鬱になっちゃったとで、えー、ある時ああまあの四階からこう飛び降りたんですねで飛び降りてであの飛び降りたんですけどまあ運良く生きながらえてその複雑コースで済んだんですけどその飛び降りた瞬間飛び降りて救急車に運ばれてから、えー、そのクがあすごい支援してくれるようになったと。 <laughs> いやいやその前段階でうつでシングルマザーでってなった時にすでに支援の手を入れていれば4階から飛べられなくて済んだかもしれないつまり医療情報と福祉の情報っていうのは断絶しているのでそこ,そこは、まああのな,んていうのかな繋がっていかなかったっていう話があるんですけど、まあ、そういうのって本当にたくさんもうよくありあすぎて私がよく聞くのは子ども食堂をやってる方々がどこに保護がの保護がせ 支援が必要な子どもたちがいるのかっていうデータをやっぱり行政が持ってるんだけどシェアしてもらえないとだから誰に働きかけていいのかわからないっていうのは個人情報の関係でねよく聞きますよねあの私はあのデジタル庁の子ども関連のプロジェクトを結構見たんですけれども予算委員会の質問準備するのにやっぱりね必要なところにプロジェクトが立ってないんですよねこれ本当にいるんですかっていったところに10億20億とかがついてたりとかするので。 やっっぱりもうちょっと現場にその子どもの DX 政策を作る現場にこういった声を反映する仕組みというのはすごく大事だなと今聞いいてて思いました必要ないものと必要あるもののなんか例というとどういうものな例えば、ねあの、教育データ利活用というのが国会で何回か取り上げられているんですがそれは子どもたちの,あの通信簿のデータとあの点数とそれから親の,あの収入と。 それからなんかこうものすごくプライベートなあの情報というのも全部こうデータベース化するようなものというのが行われていたりとかあとはですねあの教科書を全部じゃああのデジタル化しようというふうには言うんだけれども全部 PDF 化されてるんですよなのでリンクをこう押したとしても飛んだりとかしないでただ PDF であのダウンロードされたものをタブレット上で読むような、ね、ものっていうのは作ってますよね。 ただ今村さんが今おっしゃったようなことっていうのは私はちょっとまだ聞いたことないなって今思いましたすごく。 何、うん、か成田さんはデータとかお詳しいと思うんですけどその子どもの,その、まあ、に関わるそのデータとかをこうちゃんとデータベースにしてとかっていうことってなんかあのそれなりに意味があるのかあるいは何か世の中的にはいやなんかこの自分が小学校の頃のねあのテストとかずっと取ってほしくないよみたいな意見もあったりして、まあ、あの本当にあのネット上ではあのいろんな批判もあったりすると思うんですけれどもあのそこに関してはどういうふうに思われますか逆に。 まあ、メリットもデメリットもというか、うん、メリットもリスクもあるので、うんまあ、メリットがリスクを上回れば社会としてやるようになるっていうそれだけだと思うんですよねなので、まあ、自治体が持ってるデータとかがつなんか繋がれるとか利用されるみたいで僕たち大騒ぎするわけですけど、うんまあ、そう言いながら平気でアプローチとかつけるわけじゃないですかだから便利になれば僕たちはあのどんな情報でも明け渡すような動物だっていうことだと思うんですよね。うんうんうん そういう意味で言うとその国とか自治体のデータ利活用みたいなものが燃えがちなのは、うん、そのメリットを提供する前の段階で、うん、そのデータを使いますっていうことだけ言葉とか計画として公開するから、うん、炎上しがちなのかなっていう感じはしますよねえそれメリットをうまく出せてないってことですか うんまあ、現状では出せてないんじゃないですか。あ<ー>まあそもそもその現状だとま,まずその教育についても保育についてもデータといえるようなデータが存在しているような自治体っていうのが全国で数えるほどしかないっていう感じですよね。あーデータとして、えー、存在して,いてないので,ういうとで例えばそのが、えー、と学校での、うん、成績データみたいなものでもいいですし他のドメインのデータでもいいですけど、まあ、まずその出発点として現状だと下手をすると紙,紙で。まあ えっと、もうちょっと下手すると、P. D. F. とかで。うん、で、いい場合でも、まあ、エクセルとかで人間が整形したような情報になってる場合が多いので。うん、まあ、まともに、その使ったり、分析したりするっていうのは、すごく難しいような形になっちゃってますよね。なるほど。な,どでなので、その使えるようなデータには、なってない場合がほとんどだと思うんですよ。で、なっていたとしても、えっ、ー、と、まず、多分データが、その個々の学校みたいな現場にだけ存在していて。自治体が使えるようになってないとか、あとは、その教育に関するデータと、うんうん、まあ。 福祉とか例えば他の税務に関するデータとかは完全に別の部局で,、うん、でそれぞれ管理するための ID も違うみたいな場合が多いので、うん、あの違うドメインのデータを、まあ、お,お互いに参照しながら、うん、さっきその今村さんとか駒崎さんが言ってたような形の,あの分かってたら救えたのにみたいな人たちをデータから見つけ出すみたいなのは、うん、夢のまた夢っていうのが、まあ、現状の99%の自治体の現状なんじゃないかっていう気がします、ね。ななるほどなるほどなるほどど じゃあ、その。っていう意味でいうと、ちょっとその鶏と卵的なところがあると思っていて。その現状だと、まともに使えるんで、データが存在しているような自治体があんまりないので。メリットを提供することはできないと。で、メリットを提供することができないので、データを使いましょうっていうと、炎上しちゃって。で、そうすると、その市長も教育長も、まあ、怖くて、そんなことやるメリットないわけですよね。だから、現状だと、まあ、たまたまその炎上リスクみたいなのは、積極的に取っていって。あの、自分が首になったら。それ それでもいいですみたいに言っているすごく変わり者の首長とかあの担当者の人とかがいる自治体だけでそういうことが進んでるっていう感じな,なるほどそうですかそじゃああれですね子供の部の政策の dx 化っていうのはじゃあ夢のまた夢でなかなか進みそうもないなっていう感じですかねそしたらねなのでそ,それのあの風穴を開けようと頑張ってるのが今回の、うん デジタル庁とか子ども庁の取り組みなのかなっていう気はします。なるほど,るほど。まあだから細かいところ批判するのはできると思うんですが、うん、まあ、その今言ったのことを進めたいと思うんであれば、今回のに乗るしかないんじゃないか。なるほど、ありがとうございます。というわけでですね、あの、そういう、まあ、あの、なかなかこう進みそうもないかもしれないな。で、しかし、首長もいますので、何かもしかして変化も起きるかもしれない。というような状況の中、どうしていこうかという話なんですけれども。えー、ここでですね、あの、なるべく早めに、会場の皆さんとのですね、インタラクションを始め。 っていきたいなというふうに思います。田島さんが飛行機の関係でね、六時半に出なければいけないというところなので。早めに、ええー、失業と始めたいなと思います。皆さん、この中でですね、ぜひ、あの、ご意見とかですね。いや、自分はこれができるとかですね。そういったことがあったらですね、ぜひ教えていただけたらなと思うんですけれども。じゃあ、あ高橋さんからお願いいたします。ええ。人クエストの高橋です。えっ、ー、と、あの、遺伝子的な観点から話をすると。あの、まあ、そもそもこんなに。 弱いい子供を持つ哺乳類って少ないわけですよねでそれを何で人間が乗り越えて脳を発達できたかっていうとやっぱり集団生活で育児をしてきたから進化上残っているわけで,でただ現代では子育て世帯の、えー、核家族率っていうのは特に都市部では9割ぐらいに上ると。 つまり、まあ1、1人とか2人であの育児するのは無理があるで、この遺伝子的な性質と現代環境のギャップがものすごく大きくて、さらに広がっているというギャップを埋めていくためには、何ができるのか、具体的なところをぜひ、アイデアとかあれば教えていただきたいありがとうございます、そうですよね、人類史上でね、あの親だけが子育てしている時代って、ほとんどないんですよね。はいいさんお願いします ありがとうございます私もすごくそれめっちゃ考えててもう孤独じゃないですかあのマンションの中で1人ずっと朝から晩までね子供と迎えたりとかすると本当にやっぱりあの辛いなと思う気持ちっていうのは私はすごくよく分かって私はあの今の仕事をする前は国連職員でいろんな国にいて途上国ばっかりいた,いたんですけれど例えばラオスのような国っていうのは昔の日本みたいにもう子供をみんなその地域で育てるんですよ。 で中入ると小学校で女の子とか男の子とかが違う家族の弟とか妹とかをこうおんぶ抱っこしながら走ってたりとかしてそういうのは日本はないなと思ったんですね。で振り返って考えれば日本の江戸時代とかそれいいよりも以前のものっていうのはもっともっとこうあのコミュニティの中で世話好きのおばちゃんがいていいわやめてあげるからっていうふうに言いながら助け合ってたように思うんですよね。<laughs> それが今、この,あの高度に成長した日本の社会の中でなくなっているなというのはすごく強く思いますよね。NPO が鍵なんじゃないかなと思ったりとかするんですが NPO の地域の中で、ね、子育てをしていくという中で、ね、どううでしょ NPO が鍵って言われてますけど三さん子育て支援の NPO が一つもない地域っていうのが日本には4割ぐらいあるらしくて。<laughs> そんんなににあるんですか <laughs>、まあ、特にその,の,の NPO こと、方々を支援するところも多いんですけど、十代になると皆無っていうのが。まあ、本当に現実で、私たちのセクター、これ、駒崎さん、反省しましょう。育ってないんですよ。<laughs> この N. P. O. 業界。ねまあね、なので、あの、全然、私たちは、さっき、あの、イノベーションを起こすんだ、そこに人材育成してくんだって話あったんですけど。本当に、弱いまま N. P. O. 法ができて、今、二十二年ぐらい経ったのかな。本当に、あの、育ってない、もう、それと引き換えると、スタートアップの方々の元気っぷりを見ると。 情けなくななるんですけどなので資源がないないのでそうすると大きな行政になっていくしかないっていうところで市民に分担できない構図になってるのはあるんですけどねでもスタートアップたちがやってるようなある意味でその昭和の時代をデジタルに取り戻すみたいな試みは結構可能性があると思われますかつまり例えば最近だと育児シェアハウスみたいなのマッチングサービスとか結構増えてるじゃないですか。 あとはその個別保育とかベビーシッターのマッチングみたいなものも増えてると思うんですけどそ,そちらの方が希望があるっていう感じなんですかねまあどういう形であってもあの文部科学省の予算が今4兆円しか教育に使われていなくてさっき1年間で24億円ぐらい社会保障費が増えたとか言って河野さんがおっしゃっててとんでもない額の違いなんですけど、まあ、文科省の教育予算なんて昨年より減ら,せ減らされていて、まあ、それは少子化の影響ってことなのかもしれないんですけどなんかやっぱり。 そこはとにかく教育にたくさんのプレイヤーが出てくる状態を作るっていうところはとても重要だと思ってます今あのさっきから不登校のことばっかり言ってるんですけど日本は不登校になっちゃうとずっと白井さんが取り組んできたことなんですけどもう完全に家庭負担でその子の学びを支えなきゃいけないし居場所を作らなきゃいけないから月額30万とかそこに使ってる家庭もあってでもお母さん働くことができなくなってていつ学校に行ってくれるかも分かんない子ずっと横で見てなきゃいけない。 でもこれは他の国だとそうじゃない国もあってだからやっぱりオルタナティブレジリエンスを上げていくためにオルタナティブをいっぱい作るのも重要っていう話もさっきあったけどこの教育業界でも全く同じことが言えるなと思ってますでそのためには NPO 頑張れっていうのもあるんですけどスタートアップの企業の方々のアプローチが早かったらそれもたくさん出てくるっていうのが重要かなと思うんですけどなるほどえっ、ー、とつまりタカ、えー、さんの質問からするとその集団で、えー、ちゃんと子育てできるようにするためには一つちゃんと子育てできるようにするためには一つちゃんとあの。 国会予算増やしてねっていうこと国会予算増やしてねだしはい、はい、プレイヤーが増えるべきと思ってます、うん、プレイヤーが増えるべきって分かりました補足させていただくとあ他の国あのロサンゼルスだったかなその学校という場所の,あの組織の構成員の半分ぐらいが支援職っていう国もあるそうなんです今ほとんどは教職で教える仕事をしている人たちで学校はほとんど切り盛りされてるけど教えられる教科書に書いて教えてもらうことってほとんどネットで 分かることが多いからこっからはも支援と伴走のスタンスに先生たちも変わっていかなきゃいけなくてそうするともしかしたら増やさなきゃいけないのは教員じゃなくてスクールカウンセラーかもしれないとかもしくは何だろうスクールカウンセラーって時給5000もするからそこまでじゃなくても例えば、まあ、私たちもそうですけど学校の中をうろうろしてくれるいろんなプレイヤーみたいな地域の人たちとか、まあ、そういう人たちがいることで子どもたちが救われるっていうことは多数起きるのでそこの予算とプレイヤーの数を増やしていくってことが 重要かなとヤーの数を増やすにはどうしたらいいんですかね<ス>っていうのはその教育って、まあ、全体としては子どもの数減っていくわけだから、うん、その市場としてはもう縮小市場なのはほぼ間違いないわけじゃないですかだから普通の意味で言うとあんまり参入するメリットがないわけですよねだからそのお金とか成長性みたいなの別の魅力を作り出すしかないと思うんですけどそのためには何をやったらいいか私はもう教育のこの仕事が楽しくて20年やってきてるけどどうしたらいいですか うん、増えない。ちょっとはい、ちょっとそれは、あの、ぜひ、あの、会場の皆さんにも考えてもらうとしてですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、今、為末さんと為末さんですかね。はい、ございます。あ、すみません。<laughs> あの、本当に皆さん、そうやって思われていると思うんですけど、小駒崎さん、ちょっと肌が綺麗に、ね、<laughs> なられてますけども。あと、ファッションも最近変わって。ええー <laughs>、あの、質問していただきます。あ、すみません <laughs>。僕、僕、結構、トりマすスに一生懸命なんです。はい、すみませんで、はい、お願いします。<laughs> はい。あの、それで伺いたいのが。 僕が聞いたのでいくとあの貧困のご家庭を見つけてそこに特別支援したいんだけどそういうデータ自体が差別を生み出すんじゃないかってことでデータの公開とか,か共有を嫌がるというなんかこの辺のあ,のある種市民側の腹の割り切りっていうかもう,こう大変なとかも大変なんだからそれ全部オープンにしちゃってこの地域大変だからここに投下だってことはできるようにするにはなんか余計なそれは個人情報だ何とかだってのをすっ飛ばさなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど。 それどうやってやったらいいかなっていうのがあのご質問ですありがとうございます,いますは,はい何田さんど,どうでしょうかどう思われますいやプライバシーとかいいっしょとうん <laughs> いうあのご意見だったかと思うんですけどもいやそう思うんですけどそういう,うと大変なことになるっていうことですよね だから現,現状だとちょ,ちょ,ちょっとその頭のおかしい個人のイニシアチブに任せられちゃってるっていう部分がすごくあるんだと思うんですよね。ださっきの,その教育データの話とかでもそのど,どれぐらいデータをつないだり共有,共有したりするのが適切かとかって、まあ、議論の余地はいくらでもあると思うんですけどもうその教育リデータ利活用みたいなのにもう触れること自体がデメリットしかないみたいになっちゃってるのが現状だと思うんですよ。 で自治体もその炎上して市長の選挙とかに影響を与える場合がありますしなんか僕とかもちょっとそれに関わっただけであの一部の人たちがなんかよくわかんない探偵とかつけてきたりしてとかよくわかんない脅迫状とか大量に来るようになるんですよ。でなのでまあ、もうか関わらその個人的な合理性だけ考えたらできるだけ関わらないでおく一切何も発言しないでおくっていうのが、まあ、正解になっちゃってるっていうのは現状なのかなと思うんですよね。うんうんうん そういう意味で言うとあの僕は、まあ、できるだけ隠れてやる <laughs> らあんまり表で語らないっていうことがもう正解にならざるを得ないんじゃないかなあだから今日質問ばっかりしてるんですか。<laughs> まあ、そ,うそれもあ,ありますね、はいはい な,ね、いやなので実際こういうところであんまり語ってもいいことはほとんどないなと思っていて、うんうん、ここらう,うインサイダー感が漂っちゃってるじゃないですか。うん、でお仲間の同じような利害集団で、うん、あの教育利害にをうさぼっている NPO の代表と国会議員の人たちが、うん、なんかあの規定路線に向けて議論してるっていう感じにしか映らないと思うんですよ。でそういううい意味でで言言とあんまり表立ってあの言葉で語らず 勝手に粛々とやっていくっていう方が正しいんじゃない現実的には正しいんじゃないかなって僕は思っちゃってますね。なんていうんですか、まあ、脅迫されてからが g 1みたいなところもありますよね。<laughs> はい、僕とかもよく殺人予告がされてる <laughs>、はい、じのあ高島市長と,、えー、とじゃあ次あじゃあ市長つながりで、はい、お願いします福岡市長、高島です、はいあの。イニシアチブっていう中でいくとあの自治体何もできねえじゃねえかってちょっと悲観的な話があったんで。 うちがしようと今、4月からすることは、えっ、ー、と、教育委員、学校の様子は教育委員会が持ってる。で、お母さんが産後鬱になってる情報は、それは、その保健部局が持っていたり、地域の情報は市民局が持っていたり、児童相談所の情報も、そっちが持ってたりっていうの、バラバラの情報を、個人情報を切り離して、全員の文を一つのデータにまとめて、それでアルゴリズム出して、アルゴリズムで、点数が、 あのまずいっていうところはもう一回個人情報を紐付け直してそこにアプローチをするっていうことを4月からスタートするんですね。でそれは、えっと、子ども支援課っていうところが、まあ、4月から部署できるんですがもうすでにもう準備はずっと粛々それが打てるような準備はしていくのであのまあ,あのやっぱり日本を変えていくのは今お話しあった通りあり、のー、もうずっと口で言うとみんな分からないんでもうリスクの想像をして 批判しか来ないんであので、しっかり結果を出してこういうリスクのある人に見えないアルゴリズムで見えてくるものにプッシュでアプローチできたっていう事例を作ってでうちうまくいったんでって言ったら説得力増すと思うんで、まあ、そんな事例を作っていきたいと思っています。おー素晴らしい いいですね、ありがとうございます。素晴らしい事例共有ありがとうございました。いや、でも、あの、こういうところで、また拍手したりすると、問題が。あ、悪化するのでできるだけしない,い。<laughs> あ、わかりました。じゃ、あ、ナ成田さんは一切しない大大大で。大丈夫です。大丈夫です。すご、すごい寒々しい感じい。わかりました。わかりました。すみません。でも、そういう意味で言うと、その、今、国内の事例を作り出そうとされているところで、まあ、福岡市といくつかの市があると思うんですよね。それ以外にも、まあ、海外で言えば、結構事例がある。とそって,いてそんで、ねうん、まあ、今おっしゃってたようなタイプのことを。うん その自治体あるいは都道府県州ぐらいのデータベースで作って例えば子どもたちに対するプッシュ型の支援をやるとかあるいは担当者と子どもとか家庭のマッチングをどう最適化していくかとか部署間の情報共有とかを助けるようなデータベースとそれを使うための,その子どもデータダッシュボードみたいなものっていうのは。 結構、例えばオーストラリア、ニュージーランドとかアメリカのいくつかの地域とかでは実際に使われているんですよ。で、アクセンチュアとかセールスフォースとかはそれをサービス化していて日本でもサイボーズとかそれに類するサーズを作って杉並区とかだと実証実験とかやられてるような感じだと思うんですよね。日本とか白人の国の先行事例にはやっぱ弱いと思うのでそこら辺を前に出していくっていうのは大事じゃないかなるほど、海外とそして地方をね、攻撃していくわけですね。ありがとううございますど 成田さんの最初の質問をやっぱり見つめるのも必要だと思ってますで久美さんおっしゃっていただいたみたいに久美さんおっしゃっていただいたみたいにこう自身望まない自身になってしまうとか通えなくなってしまうあるいは貧困の子どもの貧困を見つけるための見守りをするとか省、えー、子さんおっしゃっていただいたみたいにその地域でどうやって見ていくのかこれいっぱい課題があるんですけど。 リソースに限りがあるるのので全部をするっていいうのは難しいんでどこがキーポイントどこからどれを目標にして突破していったらいいのかっていうのをやはり駒崎さんとか久美さんにはここがキーファクターこれから攻略していくのが一番子どもにとっていいんじゃないかっていうのを教えてもらえたらなといますじゃあ私はあの新しい政策を始める前に今の非効率の確認っていうのが。 ままず一番最初にやるべき現在地かなと思ってますあの。スクールカウンセラーの配置の話を先ほどしたんですけどあの名古屋市は常勤で全ての中学校に年収700万クラスのスクールカウンセラーさんを配置している唯一の場所なんですけどあの全部の中学校に全校配置してるんですけどあの私が関わってる島根県のとある自治体ではスクールカウンセラーさんは年に20時間しか来てくれませんっていう 自治体もあるんですね1校につきだからそ,それぐらいばらつきがあってつまり予算はさっきあの文部科学省の予算足りないって言ったんですけど予算は足りないけど成果になってないものもいっぱいあるので配置してるだけでスクールカウンセラーたまに来たって相談なんか子どもたちできるわけがないしリスクの発見できないので例えばそういうあれ配置してるけどワークしてないねっていうものをまず見直すっていうのがからスタートかなと思ってます。そそうするると結構あるんじゃなないかなってでそれのかっ それがデータベースの,あのデジ調のアプローチがそこのきっかけになるのかなって私は思ってますありがとうございます。 あの僕はなんかそ,そ,のそれすごくいいテーマなんで多分その関係者と含めて対話していくのがいいのかなというふうに思います。市場のあてしにおいて何がセンターピンなのかっというような対話の中から実はあなんか実はそこってなんかすごいあの取り組みしてたんだみたいなことが発見されたりであるとかあるいはすごく意識の高い保育園の園長さんがいて園長さんがやってるこれっていうのが実は良かったんだねみたいな多分その地域にあるような,なんかある種の宝みたいな事例っていうのがあるだとするならばそれをエンパワーしていくみたいな。なんか他 あの自治体でやってることを学ぶのも大事なんだけれども、まず結構そのその自治体において何がこう成功してるかとかっていうのがあの見える化されてないみたいなところもあるので、市長の場合はねご覧になっているかもしれないんですけれども、そういったところをこう見直す中で対話によって紡ぎ出していくっていうのがいいのかもしれないなというふうには思いました。ありがとうございます。じゃあえっと中川市長お願いします。ちょっとあの首長ばっかりあの連チャンでインサイダー感、ここら辺もインサイダー。市長、市長マイク入ってますか。マイク入ってますか。大丈夫ですか。 あじゃあ少し大きめで、お願いしますああ大きめで駒崎さんがスタートされた子どもタクシーをですねあの、奈良市でも今、取り組みさせていただいていて、いまずデバテッテク支援をやると、いろんな情報が入ってきます、あ食べ物、この間もお手紙で、えー、一度子どもにコーンフレークを食べさせてあげたいっていう。あの メッセージがあったりですねあの、お米の支援が一番助かるとか、いろんなあのこ声がありました、でその中で一つがその医療なんですけれども、うん、あの今、日本の基本の医療制度はあの、現物給付をするとペナルティが出ます。うん 東京におられる方、結構あの、あんまり実感ないんですけども、無償だったりですね、もしくはもう建て替え払いがいらないというのが原則になっているんですが、あの基本の国の制度はあの一旦建て替えをして、3ヶ月後に返ってくるというのが基本になっていますので、例えば1人親のご家庭とかですと、まあ、歯医者に行ったり、風邪ひいたりすると、大体3ヶ月間ぐらい医療費の建て替えが発生しますで、この医療費の建て替えをなくそうとすると、自治体にペナルティがか,かせられると、まあ、いうのが今の現状なんです。で、これを撤廃をしたいんですけれども、これを撤廃しようと,しようとすると、 あの、やはり財政力の差が出てきます。ですので、日本中どこに住んでも同じ最低限の 子どもの命を守る医療が受けられるようにするというようなことが、これからもっともっと重要になってくると思います。そういう意味では、住む町によって、子どもの受けられるサービスや支援に差がないように、標準化をしていくということがです、ね、これから非常に大事かなと思います。これはあの児童相談所の件でも同じだと思います。一つの児童相談所が抱える子どもの数が圧倒的に差がありますので、メッシュを均一化していく、こういった議論を、ね、ぜひ官民連携であの一緒に皆さんと高めていけたらというふうに思っています。あの国会議員さん変えられてししままいましたので、はいまた 国会の方に持ち帰っていただきたいと思います。ありがとうございます。まさにナショナルミニマムの問題ですよね。ありがとうございます。はい、他にあのどなたかいらっしゃいますでしょうか。あ、じゃあお隣のお願いします。今日はありがとうございました。あの愛知県であの学校法人菊竹学園の高木と申します。あのそもそも不登校が今えーと。うちは幼稚園から大学院までまちっちゃい学校なんですけれども、不登校はめちゃくちゃ増えているということと。あと授業でえっ、ー、と実はですね。夢を持っている子がほとんどいなくて。 高校生も大学生も、あの、この先明るい未来があると思っている人っていうと、実は一人も今いなくて、みんな先行きが暗いと思っている子供の気持ちが、あの、あることをまず把握していかないといけないかな。まあ、心が寂しい子たちがですね、たくさんいる、今現状だと思います。で、その中でデジタル化が進んできて、デジタル化が進むにつれて、より、えっ、ー、と、子供たちの心が、 寂しくて、より、よりどころがなくなってしまうんではないかという懸念を私は持っているんですけれども、その、子供の支援に対するデジタル化、どれぐらい、何、何をデジタルでサポートしていけばいいのか、というところを、どういうふうにお考えなのか、ちょっとお聞きできればありがたいです。デジルタルタこ化によって、心が寂しくなってしまうんじゃないかというね、ご批判ですけれども。批判ではなくて、えー、どう、<あ>どう関わっていけばいいか。はい、ご指摘だと思うんですけども、うん、はい、どのように、<あ>じゃあ、そうですね、のすあの、 私は一概にデジタル化によって心が寂しくなるだけではないかなと思ってます。というのはその結局子どもたちを支援する人たちのリソースが1人の子どもにつき何人いるかっていうことが地域ごとに違ってしまっていてで子どもが実はリアルな番が1択しかない学校一択しかない時にそこが合わなくなったら居場所がなくなっているっていう現状があるのでその一択だってことが問題な,なんですよね。ででもデジタルで例えば 遠くの誰かとはつながれて安心安全な大人がその地域には出会えないような専門性を持った人だったりするとか例えば今うちは不登校の子どもたちのオンラインのシェア型教育支援センターっていうのをやってるんですけどどこの自治体も自治体ごとに設置してしまってすごく非効率と無駄を生んでしまっている教育支援センターあの適応し得不登校の支援施設をそのもっとシェアできるよねって人材も専門家も。 あのシェアできるよねっていうようなことにデジタルを使うと人の関わりの方にデジタルを使っていくっていうことはすごく有効だなっていう感覚を持っているのでデジタルは人の心を寂しくさせるイコールではないように感じてますただなんかデジタルとリアルの王冠が本当はあった方がいいに干したことはないなと思うのであのどこの企業かは言わないですけどデジタル一択のフリースクールもどうかなっていう気持ちもあります。<laughs> ありがとうございますあとはあのだ参考事例までに我々あの神戸市でですね神戸市さんと一緒に親子寄り添いチャットっていうことをやってるんですけどこれはデジタルソーシャルワークっていう取り組みなんですけれども LINE、うん、で子育、えー、て相談に乗って厳しい環境があったときにじゃあその LINE を通じて、えー、さまざまな行政サービスとかいろんな地域の NPO とかにつないでいくっていうことを、まあ、神戸市さんと実験的にやってるんですけれどもあのすごくあのよくてで、えー、と良いことの理由の一つが、まあ、相談のハードルがものすごく下がる。 ということですねやっぱりあの神戸市役所までこう行って9時から5時までの間に困ってることをどのように困っているかっていうのをちゃんと説明して申請書に書いてっていうことっていうのはやっぱりかなりハードルが高いっていうところがありましたそこをですね LINE で気軽に相談できるっていうふうになった時にすごく相談件数がまあ上がったっていうのとあとさっき久美ちゃんが言ったようにそのソーシャルワーカーの人を地方自治体ごとにフルラインナップで揃えるってやっぱもう厳しくなってきてるんですよね。なのでそのでルソーーーシャルワーカたーたちちはあの神戸市のあのお母さんたちをまあ支援して んですけどもメインにはそのソーシャルワーカーはどこに住んでるかっていうと徳島と福島と東京と北海道とかっていう感じで日本中にいてで神戸市にの親御さんにソーシャルワークできるっていうことであの空間を越えられるっていうでそれによって人手不足を解消できるっていうような強みがあったりするので、まあ、デジタルのその強みを生かしながらただあのなんてなうんですかねあのこう人手不足も乗り越えながらこうやっていくっていう方法はあるんじゃないかなというところを今あのえー 体感しております。はい、事例共有までに。はい、はい、ありがとうございました、えー。時間も残り少なくなってきたので、あ、辻さんと、じゃあ、辻さんと、あと、あ、その前の方をです、ね。じゃ、えっ、ー、と、質問続けていただいてもいいですか。あ、はい。あ、あ、あの、おお,おど、おどらさん。じゃあ、あの、<laughs> お,おさ、お三方、じゃあ、あの、続けて、えー、ご質問ください。<laughs> はい、ありがとうございます。あの。なんやっぱ、やられてる方、ここにいらっしゃる方、おそらく、何とか役に立ちたいっていう気持ちで来られてると思うんで。なんか、あの、まあ、今村さんから。 ここにいる人3、4人示して、ちょっとこれを協力しなさいっていうのをどんどん言っていただけると、みんなの知恵が集まっていいんじゃないかなと、はい、思いましたんでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっと、続けて、じゃあ、あの、近くにいお届けさん、いいですかはい。はい、えっと、先ほどのデジタルは人の心を寂しくさせないかっていうところに関して、私ももう、 教師辞めて10年以上経つんですけれども、当時の現場の経験から言うと、教師がやってる業務ってかなりアナログが多すぎて、えー、じゃあ、通知表を書くって手書きである必要あるのとかあ、お休みの連絡、連絡帳でもらうと、連絡帳また長文で返さなきゃいけない、それを書く時間とか、採点もあれ全部赤ペンでやる必要あるとか、そういうものを全部デジタルに変えると、教師の余力が生まれる。その余力が生まれることで子どもたちと向き合う時間が増えるということを考える と、非常にむしろデジタルを活用することによって、あの、子供たちの心は寂しくなくなる方に。転用できるんじゃないかなと思っています、うん。ありがとうございます。ご意見ありがとうございます。じゃあ、その前、お願いします。申します。えっと、あの、私は、あの、自民党なんですけれども、あの、自民党の取り組みが足りなかったから。今、のような状況になっているという反省で、今一生懸命やらせてもらってます。あの、自治体で言うと。 例えば福岡とか、まあ奈良とか神戸とか、まあどっちかというと財政的にも少し、まあ進んでてお金もあるところは、まあ頑張れるんだと思うんですけど、他の自治体ではまだまだそこまで位置づけ自体がなってなくて、自治体の外に社協がある、そこまでは自治体だっていう認識あると思うんですけど、その外側に NPO の皆さんがいてくれてるっていうところまでが自治体なんだっていうふうになんか新しい自治体の 増というんでしょうか。そういうふうなものをちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないかと思ってます。そもそもがこれ自治体の仕事なんだっていう位置づけがまず重要だと思ってまして、だからこそ NPO の皆さんに継続的に支援をしていかなきゃいけないということになるんじゃないかと思ってまして、まあ、自治体とのつながり、距離感、これはかなり差があるのかなと思うんですが、その辺の実感が分かれば教えていただきたいと思います。 はいいありがとうございますじゃあ、ままとめてお答えいたしましょうじゃ久美ちゃんあの協力してほしいことっていうのと協力してほしいことはあの、まあ、直近で言うとやっぱりそのとにかく一大アジェンダは不登校の問題だと思っているし不登校による貧困,で貧困に転落する家庭がすごく多いということ自体を今あの、自民党の先生方もありながらお話しさせていただいているところですでそんな中でせっかくご発言いただけたので今度詳しく打ち合わせに行かせてくださいというところがまず1つと。あのみ 企業の皆さんにお願いしたいのはあのボランティアで来ていただくっていうのもありがたいんですけど私たち NPO でいうと少し専門的に一緒に取り組むっていうぐらいコミットしていただける人を出していただけるっていうのはすごくありがたいなと思っていてできればあのたまに来ていただくというよりはもう一人プロジェクトメンバーと例えばマネー・フォワードさんのお一人をもう例えばそのすごくこのご家庭のあの 金融教育じゃなくてお金の使い方に対する教育みたいなものをどうすればアジャストする形で作っていけるかっていうところ自体を一緒に考えて学校のへのご提案の仕方とかを一緒に作っていくとかうちが準備したフレームに乗るとかじゃなくてそういうような専門性を持った方々にジョインしていただいて一緒にプロジェクトを組むってことをぜひやりたいなとやっていただけたら嬉しいなと思っています。 まああの多分困ってることはそんなにないと思うのであの成田さんにはちょっと違う質問を最後にあらさせていただくんですけど、まあえっと、僕たちからあ僕たち NPO がです、ね、先ほどあのご期待いただきましたけれども基本的には脆弱です、うん、あのやっぱり自治体のパートナーになりきれてない企業のパートナーになりきれてないというところがありますなぜならばそうした予算などはですねあ,のあまりあの受けてこなかったからというところはありますで、えっと、日本のですね NPO の経常収益ランキングというのがあるんですけれども1位から10位までですね 大体がです、ね、外資 NGO です。 うん、でなのであの国内の問題に対してですねあのトライするというような大きな団体ってそんなに多くないんですね、うん、そのぐらいやっぱ育ってないっいところがあるのでさっきスタートアップ羨ましいというふうにおっしゃいましたけれども、まあ、そういった形です、ね、我々自体が全然、えー、成長できていないというところがありますでそのためにはです、ね、じゃあどうやって成長していくのかというときにはやっぱり皆さんが寄付していただくとかです、ね、ボランティアに関わっていただくとか連携していただくとか皆さんの力が必要なんですよね。そそううじゃゃななききやっぱりり成長ででいっていうとこころがありますのでそこはぜひ皆さん 皆さんとともにやっていきたいなというふうに思います。えー、それぞれですね、あの時間もありますので。え最後に、お一こ、一言ずつですね。え登壇者の方に、えー、いただいて、えー、締めたいなというふうに思うんですけれども。えー、それじゃあ、ええー、と、久美さん、ええー、成先生っていう形の順番でいいですか。そう、あ、はい。 あのすごくたくさんの方に関心を持っていただけてとっても嬉しいなと思っていますあの子どもの問題、家庭の問題が結構マイナーな問題というかそんなに関心を持っていただける方が少ないんじゃないかって今日私たち打ち合わせの時に話してたんですけど、まあ、ちょっと成田さんがが人気っていいううのはああるとんんです,けどそうですよね、さりござまに集まっていただけてそれだけで嬉しいなと思っているんですがぜひ一緒にプロジェクトを組んでいける方を募集しているのでよろしくお願いいたします。はい まあ僕がこう、あの、目指していきたいなっていうのは先ほどのご質問にもお答えする形にはなるんですけれども、やっぱり子供が幸せな国、子供のウェルビーイングが、あ本当に世界一な国を目指したいなというふうに思っています。でも僕がやってる現場では本当に毎日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 、本当に悲しいことばっかり起きてるんですよねあの。やってる保育園でお着替えさせていくと、ここにあの根性焼きの跡があったりとか、あの、あるいは、あの、電話相談で、えー、本当に12歳の女の子から、あの、まあ、性的暴力を受けて妊娠しました。 とかですねそう,そういう話を毎日毎日毎日受けててちっともこの国の子どもたち幸せじゃないなって思いがすごくあるんですねだから少しでもですねそういった悲しみを減らして、えー、幸せな子どもたちを増やしたいっていうその気持ちでやらせていただいております本当に願わくは、ね、皆さんと共にですね同志としてこの問題1ミリでも先に進めていきたいというふうに思っておりますので是非このセッション終わった後でもですねこれ自分これができるよって方いたらお声がけいただけたらというふうに思います今日は拙いモデレーションで申し訳ございませんでしたこれで終わりにさせていただきたいと思いますありがとうございました